パウロ・スコロパード・シクイ、パウロ・スコロパーズ・イクイ、ウクライナ語、1873年5月16日1945年4月28日は、ウクライナの政治家、ロシア帝国の軍人である。ウクライナコサックの氏族、スコロパーズ・イクイ家の当主。日露戦争、第一次世界大戦に従軍した。ウクライナ国のヘーチマン、1918年を務めた。パウロ・スコロパーズ・イクイは、1873年5月16日に、ドイツ帝国のビースバーデンに生まれた。彼の先祖は、ロシア帝国に対し反旗を翻したヘーチマーン、イヴァーン・マゼーパの次に、左岸ウクライナのヘーチマーンに任ぜられたイヴァーン、スコロパーズ・イクイの弟だった。少年時代は、ロシア帝国、チェルニーヒウ県プルイリュクイ郡トロスチャヌイツヤ村で、過ごした。1886年から1893年にかけて、ロシア帝国のペテルブルク皇帝御所学習院で学んだ。卒業後、少尉の位階を賜り、帝国軍親衛騎兵連隊で軍務を務めた。1904年に、スコロパーズ・イクイは、日露戦争に参加することを志願し、ザバイカルコサック軍チタ連隊第500人隊の指揮を取った。彼は、満州での戦いにおいてたびたび手柄を立て、ロシア政府より武勇のために、聖ゲオルギーの黄金塔を授与された。その後、スコロパーズ・イクイは、極東軍総司令官リネービチの副官となり、1905年12月以後、ロシア皇帝ニコライ2世の副官となった。1910年9月に、スコロパーズ・イクイは、第20フィンランド竜騎兵連隊の司令官に任命され、1911年4月に、親衛騎兵連隊の司令官となった。1912年3月25日に、彼は、少将の位を賜り、皇帝連隊に属されるようになった。第一次世界大戦の時、スコロパーズ・イクイは、騎兵連隊と第一親衛騎兵師団の指揮を取っていた。1916年に彼は、中将となり、来年1月に、ウクライナで駐屯する第34陸軍軍団の司令官となった。1917年に勃発した2月革命の結果、皇帝ニコライ2世が退位して、ロシアの君主制が倒された。スコロパーズ・イクイは事実上に入隊制約から解放され、同年7月から10月にかけて自ら指揮する軍団でウクライナ化を行った。元来、彼は政治に対して無関心であったが、ロシア帝国の崩壊に伴ってウクライナ民族解放運動に関わるようになった。6万人の戦士を含むスコロパーズ・イクイの軍団は、第一ウクライナ軍団と改名され、1918年初めまでに最も戦闘力のあるウクライナ系部隊であった。1917年10月以後、この軍団は、シェペチーウカ・コジャーティン・フルイスティーニウカ・バプニャールカの前線で、ロシアの赤軍と戦い、中部ウクライナへのボリシェビキの進出を防いだ。1917年後半にスコロパーズ・イクイの権威がウクライナ中で高くなり、同年10月に彼は自由コサック大会において、ウクライナのオータマーンとして選ばれた。1917年11月、スコロパーズ・イクイは、ウクライナ人民共和国の臨時国会にあたる中央、ラーダを守護し、ビーンヌイツや周辺に、キエフを目指すボリシェビキ系の旧ロシア帝国軍の第2、親衛軍団の業を止め、その武装を解除させて、ロシアへ送り出させた。スコロパーズ・イクイは、旧ロシア帝国軍の下で、ウクライナの正規軍を編成することを主張し、ウクライナの軍人の間に大人気を得た。しかし、ウクライナ正規軍の必要性を否定する、ウクライナ人民共和国の中央ラーダ、とりわけ社会主義と平和主義の思想を唱えるウクライナの指導者と対立するようになった。その結果、1917年12月25日、スコロパーズ・イクイは、第一ウクライナ軍団の司令官から退職し、指揮権を少将野球半重区に譲った。スコロパーズ・イクイは、ウクライナ人民共和国の政府が行う社会、経済、軍事政策に反対し、1918年初めにウクライナの古来伝統に基づく保守的な政権を作るために同志を集め始めた。1918年3月に彼は、ウクライナ団体、後に、ウクライナ人民団体という政党を組織し、ウクライナにおける独裁政権を立てる準備を開始した。この政党は、ウクライナ人民共和国の政治に不満を募る、ウクライナの地主連盟、民衆の高等、金融関係者や、ウクライナを赤軍から解放した、ドイツ・オーストリア軍の司令部などによって支持され、中央ラーダは政治的な失敗で国民、特に農民層の反感を買い、1918年4月29日には、ついに議場にてスコロパーズィクイーを、新しい国家元首、全ウクライナのヘーチマンに選出した。彼は、ヘーチマンに就任するとともに国号を、ウクライナ国と改めた。キエフの住民のうち革命を嫌う者や革命によって、モスクワやペトログラードを追われ、キエフに集まってきた、資産家や軍人などからは、強力なドイツ軍というイメージのもとにスコロパーズィクイへの期待は低くはなかったが、反面、当時のキエフの街は彼への批判は表明できない状況でもあった。また、彼の政府は中央ラーダ時代にボリシェビキによって郊外へ追放されていた主階級や資産家を優遇する政策を取ったため彼らからの支持は集められたが、人口の大多数を占める農民からは激しく嫌悪されることとなった。また、反抗した村に対する旧制ロシア軍の残虐、ヘーチマン軍コサック兵の横暴、そしてドイツ軍人の長老に激しい憎悪を抱いていた農民らは、ある者はボリシェビキー、そして多くはウクライナ民族主義者で、社会主義者のシモン・ペトリューラの軍隊を支持することとなり、ヘーチマン政府はただ、ドイツ軍の支援でのみ存続し得る基盤の脆弱なものとなった。その上、ヘーチマン政府当局は収監していたペトリューラを9月に釈放するという致命的な失敗を犯した。当時のウクライナ人口の大多数を占めていた。ウクライナ人のほとんどが農民であったため、ウクライナ民族主義への直結となりかねない農民の不支持は、政権の維持にとって致命的な失策となった。ヘーチマン政府の取った保守政策により、ウクライナ農民の蜂起が各地で頻発するようになった。結局スコロパーズィクイのウクライナ国は長続きせず、同年12月にドイツ本国の降伏により頼みのドイツ軍が、撤退すると、ヘーチマン政府の人間、そして赤軍や民族主義者に反抗していた、ロシ人やロシア人としてのアイデンティティを強く抱く、ウクライナ人は、自らの敗北を悟った。軍事的、政治的後ろ盾を失った、ヘーチマン政府は、まず東からやってきた赤軍に敗れ、スコロパーズィクイは、キエフの街を放棄して、列車で、ドイツへ亡命した。にもかかわらず、その後も、キエフでは、強力なドイツ軍が、再び街を救出に来るとの期待感を抱く人々も、少なからずおり、錯綜する情報は人々を混乱させた。中には、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世のもとに、ロシア皇帝ニコライ2世がいて、ドイツ軍の支援のもとに、ウクライナに、真のロシア国家を築くのだという情報もあった、伝えられる。なお、こうした情報の混乱は、軍隊の上官から部下へ知らされる場合もあったようで、あるが、スコロパーズィクイが彼の軍隊を戦線につかせたまま、逃亡したことと合わせて考えるに、彼の逃亡を助けるための方策であったとも考えられる。一旦は赤軍によって占拠されたキエフであったが、いわば素人集団であった赤軍は、恒久的な支配体制を構築することができず、放逐された中央ラーダの一員で、ウクライナ独立を目論む民族主義者とリューラ率いるドイレクトーリア勢力によってすぐに撃退された。ペトリューラはウクライナ人民共和国を再建したが、核勢力との戦いや伝染病の発生、連合したポーランドの裏切りなどにより1919年にはウクライナ民族共和国勢力は壊滅した。最終的には赤軍の勝利により内戦は幕を閉じることになったが、その間に支配者が目まぐるしく変わったキエフの街は数年の間常に戦火にさらされることとなった。この間の状況はキエフの生まれで自身スコロパーズィクイの傀儡政権軍、ペトリューラ軍、デニーキン軍などに軍医として重用された作家のミハイル・ブルガーコフの長編小説、白守軍や戯曲、トゥルビン家の日々に描かれている。亡命したスコロパーズイクイーは、ベルリンに滞在し白軍有力者と遊戯を交わす、ものの、ナチス政権からの協力の申し出に対してはこれを断っている。第二次世界大戦中に連合国軍の空襲に遭い、死亡。現在、キエフの中心近くには、パウロー・スコロパーズイクイ通りという名の短い通りがある。これは、キエフの中心街である、フレシュチャーティク通りと南方への大通りである、レースやウクラインカ通りにつながる、バセイン通りとを結んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。